管理栄養士による美味しい健康レシピ。今日は手作りふりかけをご紹介します。材料はこちら。ごま 2.5g。かつお節一つまみ。顆粒だし少量。塩砂糖少量。ごま油少量。また、お好みで醤油を入れても、美味しいですよ。材料は一人分になります。ちなみにこちらが20人分の材料です。右の手書きは10人分となりますので、参考にされてください。それでは早速作っていきましょう。今回は30人分のふりかけを作ります。ごま油以外の材料をフライパンに入れ、ダマになっているところがありましたら、潰していきます。フライパンの火はまだ入っていません。ごま油を入れてなじませます。ここで火を入れます。火力は弱火です。あとはひたすら煎ります。ごまが焦げる前くらいがベストです。いい色合いになってきました。時間的に10分くらい煎りました。火を止めて器に盛ります。ご飯に振りかけて完成です。